19時30分を回りました。嘘のような本当の輪のお時間でございます、ね、今週も私土井秀人と東京から、ね、ドクター水素ボトル北条政浩さんをお迎えしています。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。で、さらにはですね、前回もね、ちょっとなかなか強烈なお話を聞かせていただきました、池田さん、ね、東京から来ていただいてますが、どうもおはようございます。池田さん、おはようございます。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。で、池田さんは、北条さんと一緒に、うん、なんかやっぱりドクター水素ボトルいいよねっていうの活動をされているとお伺いしてますが、あの出会いがそもそも大変な状態だったんですね、池田さん。ね、ね、はい、そうですね、はいはい。まあ、あのちょうど、ね、前回もお話したと思うんですけど、あの、自分的には五十肩の、ね、ちょうど肩が上がんない状態の時に、まさしく今やってるますこのドクター水素ボトルに、出会って30分吸ったところ、その1年間ずっと痛みを持ってた肩が上がらなかったのがですね、たった30分で治ってしまったんですね。まあ、これが私のそのこの水素ボトルに出会った衝撃な、出来事だったんですね。以後それを仕事とさせていただいてます。はい。確かにね。ね、だからまああのそういった自分の体のこととお仕事が直結するっていうのもすごくねいいですよね。ね。ありえないですね、なかなかその、まあ、最近ね出会うねドクター水素ボトルに出会うきっかけというかいるんですけども、それがその当時まだまだねこんなに多くの方に広まる前にもう何ですか、痛いっていうか不便ですよね、そもそもね。ほんとね、なった方は分かるんですけど、まずシャツが着れない、はいはい、手が上がんないんでね、あのシャツが着たり脱いだりするのがほんと不便だったんですよね。まあ、それがねたった30分でですからね、はい、もう驚きですよね、自分でもね。なんかきあれ噂何でしたっけ、 どうやって聞いたんでしたっけ、池田さんがそもそも。あ、そもそもね、私またあの全く違う畑の仕事をしてまして ね通信関係とか、はい、あの環境の仕事をしてたんですけど、でその頃ちょうどあの福島県の方にねちょっとあの通信関係の仕事で行ってたんですけど、うん、たまたま久しぶりにあのまあ、北条社長から電話ありましてですね、まあ、25年から30年近い出会いがずっとあるんですけど、まあちょこちょこその時によっていろいろ一緒に何かか仕事したりとか言ってたんですけど、まあ、今回この水素のお話がその久しぶりに電話が来ましてね、でちょうど福島でやってたその通信事業の方もそろそろもう終わらして東京に戻ろうかなと思った、そういうタイミングだったんですね。でその頃にちょうどその話が来たんで、じゃあ東京戻った時にじゃあその水素なんぞらってやつをですね、はい、ちょっと一回じゃあ見に行きますよみたいな話から始まったんですね、はい。でその事務所前の、そうです、事務所に来てくれたで、はい、で吸ってもらってね、であれっていう衝撃ですよ、私と一緒だって、私もあれって北条さん前、ね、ちょっと土地不動産関係やってるはずなのに、おなんか分かんないけどとりあえず行きますよって。そうです ね、もう最初の頃はね、あのそれこそこうなんつったらいいかな、あのエビデ今みたいにねエビデンスいっぱい出てるとか文献があるとかそういう時代じゃなかったんで、まあ、吸ってよと言って黙ってちょっと吸ってみてって吸いながらあの世間話をねしてて、それでまあ人によって30分の人もいるし2時間ぐらいいられる人は2時間ぐらい吸いながら試してもらってたんですけど、それだけでねみんな欲しいって言い出すんですよ。これでこりゃすげえなーと思ってて、このね吸ったその人の感覚で欲しいって言ってくれる品物なんて今まで私は売ったこともないしね、こりゃすごいと思って取り組んでいる中で、まあそこでまあ例えばあのパーキンソン病の人が来て、パーキンソンの人があのちょうどもう池田さんも入った後ですけどね、パーキンソンの方がどれぐらいか2時間ぐらいかな吸ってて、それで2時間ぐらい経ったタイミングでね、どうですかって言ったら、その椅子に座るまでは 1,2 センチずつしかトコトコこうちょこ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 歩いて体を揺らしながら一生懸命歩くっていう人だったんですけど、それが2時間経ってパッて立ち上がって試しに歩こうとしたら足がガッと出てダッダッダッって歩幅がめちゃくちゃ出たんですよ。
でもその方びっくりされて、今すぐ買って帰りたいですっておっしゃるから、どうぞって言って買って帰ってもらったんですけど、30分後に戻ってきたんですよ。で、え、どうされましたかって言って言ったら、いやすいません、杖忘れて帰っちゃいました杖忘れて帰った事件っていうのがありましてね、と15分は気がつかなかったってことなんですよ ね。それぐらい本人もその歩幅が出て楽になったっていうこともあって、最初の頃は本当に皆さんにそうやってこう体験してもらうようなやり方ばっかりしてたので、まあ池田さんなんかもね、ちょっと吸ってみてよって言って吸ってみてもらって、池田さんの場合は肩が上がったっていう。そうですね、驚きですよねこの間もね、同じような話で、あの女性なんですけど、40代の女性ですかね、うちの会社に体験で来られて、その方がまさしく、肩が上がらないって40肩だったんですね。でも私は50肩で30分で治ってるの分かってるんで、普通だったら早ければ30分で治りますよって言ったら、またまたまたって話になって、でそう言いながらも吸い出して、30分経ちましたけどどうですか、肩上げてみてくださいって言ったら、上がりますなんてなんていうね、女性もいましたねこの間 ね、 絶対に治るってことをお約束してるわけじゃないんですけど、まあ そうですね、そういうことが起こる場合が極めて多いんですよね。ねえ、私も体験会でありましたもんね、こうやって、ね、腕を曲げて入ってこられた方が吸入しながら説明会の途中で手を挙げて、これはどういうことでしょうかって言って、あの時言いましたよね、土井さんね、パーキンソンの人ですね、それもね、手がこうわーって震えててね、もうこんなだからどうだろう、15センチぐらい手がこうわーってこうやってて、であまりにもね手が揺れが激しかったんでね、吸いながら聞いてくださいねって言ったら、ちょうど1時間始まってから1時間後ぐらいですかね、そうそうそう、でそれまでね、私はパーキンソンだってことは言わないでくださいって言ってたのに手挙げて刺したら、私はパーキンソン病なんですがって言ってね、言っとうやん、自分から言っとうやんみたいなね、俺でもそれぐらい嬉しかったんでしょうね。あ、なんかね、やっぱりその現実を私たちも目の当たりにね、池田さんの場合もご自身でそれを経験されちゃってるので、やっぱり なんていうかやってみてとしかね言えないですよ ね、 本当ね。でも体感で分かるのが一番いいですよ ね、 そうですね、 誰がとかじゃなくて、一般論でもなくて自分の体が変わったっていう、ね、それが一番ですよね、自分にとっていいか悪いかしかないんだから、ね、じゃあちょっとね、まだまだエピソードありそうですが、一旦 CM に入ります。はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話ということでね、日曜日お届けしております。私土井秀人と、東京から北条政博さんね、お迎えしておりますが、今週のねゲスト池田さんね、さまざまなエピソードね伺っている途中ではありますが、やっぱね、肩が動く、日常生活がね、本当それこそ日常に戻る素晴らしいことだなっていう体験も終わりだと思うんですけど、他にいろんな方はね、お見受けされてると思うんですけど、ありますか？そうですね、本当私どもやっぱ水素ガス吸入するんですけど、本当にまさしく体験型商品でして、ついこの間もちょうど60歳半ばぐらいの男性なんですけど、まあ、うちに来られて同じように水素ガス吸入の体験をされたんですけど、まあ、その方男性に珍しくかなりなその冷え性がひどくてですね、両腕全体と足両足、まあ、冷え切ってるんですね。で、まあ、そんな中でご自身が血流が悪いからだっていうのはなんとなく分かっているんだけども、具体的な対策案がないんですね。何をやっても変わらない、できることは厚着をして靴下履いて手袋して寝るだけだみたいな感じだったんですね。うわ、なんか辛い、はい、そうね、ちょっと辛そうですよね。で手のなんかの表面のその手の皮膚を見てもガッサガサなんですよね。まあ、それを見てちょっとじゃあ優先的にご説明しますけど、ちょっと早めにちょっと長い時間吸いましょうってことで、
あの吸っていただいたんですけど、まあ、結果あの1時間ぐらいずっと吸ってもらって、あの30分あたりからですね、だん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 その、当然血流が良くなるもんですから、水素吸いますとあの両腕がしびれてきたんですね。今まで血流が悪かったところは流れ出してましたから、うん、あのちょっとしびれ感が出てきたんですね、だんだんね、うん、はい、でしかもその方あの指先に感覚がすごくなくて、指先をその例えばスマートフォンで指先触ったりしたってもそうなんですけど、テーブルに指先を置いてもそうなんだけども、感覚がないんですよね。なんか一枚紙が引いてあるような感じのイメージだって言ってました。だから直接触ってないイメージなんですよ。でそんなのもあって、血流測定もしながら見てみると、やっぱり血流はあんまり良くないんですよね、流れてないんですよ。で、1時間ぐらい経つとですね、だんだんだんしびれてきて、しかもその指先の感覚がだんだん戻ってきたって言ってるんですね、本人がね、うん、これはすごいってことで今まで体感したことないわけですよ、うん、ご本人も。そうですよね、はい、はい、でもうこれはちょっと本当にすぐ欲しいんだけども、ちょっと仲間内で何人かまとめて買いたいなんて話もあったもんですから、一旦持ち帰ったんですね、はい、したらですね、これからまた面白いんですけど、翌日電話ありまして、またあの花粉症がひどい方で、毎日毎日家で鼻噛むと鼻血がすごく出るって言うんですよ、はい、辛いですよね、はい、あれも辛いです、はい、で、あの鼻の中がもう荒れ切っちゃってボロボロらしいんですね、うん、肌の内面が、鼻の中がね、おいでうちの水素ガス前日に吸ってるわけですよ1時間、うん、で家帰って鼻噛んだら全く血が出ないって言うんですよこんなの初めてだって言うんですよ、こんなの。そうでしょうね、うん、本人が驚いちゃって、それで鼻の中をよくライトで照らして鏡見たら、なんかツルツルになってるって言うんですよ、ボロボロだったのが。で本人もこれはもう水素すごいってことになって、でもよもう今日これから買いに行きたいんですけどって話で、もうあの慌ててうちの会社にまた来てもらったっていう経緯ありました。はい、あれも私も東京時代当然花粉症経験あるんですが、あのね、この鼻にブシブシ入れるのだったり、飲み薬目薬、うん、あとこんなの買わされましたよ、まあ、ひどい時あのそれこそゴーグルみたいな、ね、なんかね、はい、こういうのがあるからなんつって、いやー花粉症もあの極度の、ね、状態までいくともう辛いを通り越しますから、もうね沖縄に来たら天国ですよ花粉症の人からしたらもう最近でもあれだもんね、この3月4月5月は沖縄に住んでますっていう人もいますよ。本当ね、恐ろしいぐらい多いですよ、うん、あの元花粉症ね、はい、僕も昔ねひどい花粉症だったから、もう今の話よくわかるんですけど、もうまぶたのね内側がこわばってくるんですよ、だんだん硬くなってカチカチになるんですよ。これでなんか気にゴワゴワなるから気になって、うん、ビュッて引っ張るとあのまぶたの内側からなんてみかん剥いた時のひだみたいなのがズルズルって出てくるんですよ。俺そこがまた今度それが剥がれたことによって炎症がひどくなってまたそこが痒くなるんですよね。もうそんなのがずっと続いてて、でも水素吸った1年目からなくなったんですよ、それが。私もこれね実際体験なんですが、うん、先ほどねしびれもしかり、うん、花粉症にがこういいように向かっていくっていうのはこれまた何ですか？これね、これは自律神経ですね、はい、交感神経と副交感神経、自分自身を交感神経が強いままでずっと、あの現代人って交感神経が強いんですよ。だから自分自身を自分で攻撃する自己免疫疾患みたいな形になってしまうとアレルギーが強く出る。だから本来だったら自分にとって何でもないものが敵になっちゃうみたいなね、人によっては変な話卵食べてもアレルギー出ちゃうみたいな人いるでしょう。 あれは食べ過ぎてしまってやっぱりそれが抗体を作ってしまうっていう現象が起こるんですけど、水素の場合にはそれをあの自律神経副交感神経の方をそのちゃんと出るように戻して引き戻してくれるっていうことがあって、どうもアレルギーを緩和してるっていうことがあの起こってますね。なるほどですね。花粉症にもということでね、またもうまたまたエピソードを伺いしたいので一旦またCM入りましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
はい、嘘のような本当の話、ね、驚きの連続でお届けしております。私土井秀人と東京から、ね、ドクター水素ボトルの北条さん、それから体験をされている池田さんを、ね、お迎えして、お届けしております。ね、池田さんもなんかご自身も含めてですけどびっくりするような、ね、お話のオンパレードなんですが、ね、他にちなみにいらっしゃったりしますか？そうですね、驚いたみたいな、もう話し出したらたくさんあるんですけど、あのつい最近もですね、あの40代 の, あの奥さんなんですけどね、あの子供さんがあのサッカー少年で、あのサッカーが大好きで、で家族でよくサッカー見に行くってことで、あの年間シートをですね、あのもうすでに買ってられて、毎回その自分の買った席、同じ席に毎回座って、観戦するんですけど、これはなんとですね、うちの水素ガスを吸って、1日経って、まあ、1日1時間から2、3時間かな吸っていただいたみたいなんですけど、で同じようにですね、子供と一緒にサッカー、ね、自分の年間シートに座ったんですね、知ったらまだまずその試合の景色の鮮明度が全く違うとこんなにはっきり見えるのかと、まずそれですぐ自分は分かったと、もうこれは水素なんだと、で分かって、でよくよくまたそのあのコンタクトレンズもしてたもんですから、まあ、それもね、あの同時に合わなくなっちゃって、ワンデーがそれもすぐ買い替えたと、はい、視力が上がってるんですね。だこれはね、あの1日でそれがもう結果として出ちゃったので、うーん、本人は本当驚いてました。なるほど、すで、はい、に着用というか持ってるメガネや、コンタクトレンズが合わなくなるという、そうね、ことは変化してるんですね。そうですね、見え方が変わったんでしょうね、はい、うわお、すごいですね。もうだこれがね、あの何ヶ月も経っての話じゃなくて1日なんですよこれがすごい話ですよね。よくあるんだけどすごい、やっぱりすごいですよね。すごい、すごい、あります、あります、ね、私の試合にもありますよ、やっぱり、うん、嘘でしょって言った人に限ってね、そんな嘘じゃなくなったりしてることがね、ありますけども、そっか、いいですね、サッカーなんかね結構遠くの方見るからね、野球もそうですよ、そうですよね、遠くの方見るんでボールが追えなくてね、どこ行ったんだボールみたいななるんですけど、見えるようになってくると本当に楽しいですよね、全体のこう連携してるところがね、見渡し方が変わってくるから、あのおっしゃる通りだと思います。確かに確かに、ね、だから実際こう不自由まで行かない方々の、まあね、ある程度健康体でいらっしゃっても、そういうなんかね勝手に体が変化しちゃうという現象の数々も聞きますよね。まあね、知らず知らず、ね、年齢とともにね、あの退化して老化して、まあ、視力も落ちていくもんだと思ってね、どっかで自分で納得しちゃってるとこあると思うんですけど、まさかね水素ガスを吸ってこんなにね良くなるなんてね、驚きですね。アナログのテレビが 4K になりましたみたいなね、こんな感じでスイッチ本当入っちゃって、ね、素晴らしい。なんか視界が変わり、それこそね、肩が動き、で本来の人間の持っている、まあ、パワーというか能力がなんかこうね、あのよくね北条さんおっしゃるじゃないですか、こう元の状態に、人間本来の持つ力に戻っていくということが、まあ、今池田さんもおっしゃったように年取っていくとなんかそれが自然にこう、そうそう、なんかねダメになっちゃう、だから露骨に分かりますよ ね、そうですよね、うん、たまにこんな質問も受けますもん。すごくそのそれこそその、サッカーお母さんの息子さんや娘さんとかがいらっしゃるとします、ね、これ子どもたちにも使えるんですかとかって普通に聞かれます。あの、ね、すごく多いですよ、あの、ね、例えばね、うん、これあの野球でプロ野球選手の方からあのご紹介いただくケースもあるんですけど、あの引退されたプロ野球選手の方がもともと沢村翔投手なんですけど、その方があの野球、その方は野球のスクールをやってるんですよ。でその野球のスクールやってると膝がね、最近の若い子って足長いから成長痛っていうのが出ると、でもう痛い痛いって子供が痛い痛いって言うんで、どうしたらいいですかねって相談がよく来るんですという話で、いやそれ水素いいかもしれませんねっていう話をしたら、
じゃあ買ってみますって言って使われ始めたら成長痛出なくなったというのは結構ありますね。うん、青少年のスポーツにはものすごくそうですよね。それとあのほら子どもの学力が上がる、集中力が増すんで学力が上がりましたっていう報告はすごい多いですね。一石二鳥。それもすごいけど、ね、でも集中力で、さっきほらあの気持ちがまあこの話も知ったじゃないですか。こう気持ちが穏やかになる、ね、やっぱりこう物事に集中できると思うと、まあ、勉強もはかどるんですかね。どうでしょうね。ね、まあスッスッと入っていけるんですよね。だからあの、まあ、ある大変有名なプロゴルファーの方が使われた時に、あの一番最初に言ったのが、まあ、可動域が広がって飛距離が伸びたっていうのを言い出したんですけど、うん、それだけじゃなくてあのゾーンに入るまでの時間が短くなりましたって言ってきたんですよ、うん、だからそれだけ集中しやすくなるってことでしょうね。スッとこう戦闘モードに入っていけるっていうか、そういうのをあの自分のご体感としてあのおっしゃって、この機械壊れてもらっちゃ困るから2台2台ちょうだいっつって2台持ってかれました。すごいです。だから飛距離変わっちゃうからね。確かに飛距離出てる時に機械壊れて吸えなくなったら飛距離変わっちゃうんで、4日間ありますからね、プロのトーナメントはね。そうですよね、もう戻れないですからね。一回出しちゃった飛距離今日吸ってないからちょっとじゃあ7掛けで計算しようかなみたいな、それだとちょっとねやっぱりダメみたいで。そうですね、はい、だからもうぜひあの壊れないようにっていうか壊れてもいいように2台買いますみたいな、そんな話だったんですよ。かる気がしますね、はい、私のご縁いただいた方ももう無我夢中に大好きになっちゃった人がね、これね、簡単にどうしたらメンテナンスにって言うけど、うん、その間どうしたらいいのいやまあ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 なだめてたりするんですけど、実際ね、うん、ありますよ ね、 あのねこの、野球とかもねオフでしょ、オフのシーズンの最中に結構何人かのね、うん、あのプロ野球選手の方来られましてね、パリーグのクリーンアップを打ってる方とかね、うん、来られたんですけど、あのうちの4番がもうすでに使ってるんだけど、この若いもんに負けるわけにいかないから俺も買いますって言って来られて、それで最後ね体感したらものすごくいいっていうのが分かっていただいて、これって冷静に考えても2台は必要ですよねって言うんですよ。自分に聞かせてるんです。まあ確かに2台買う方多いですよ、プロの方はって言って、もしそのねメンテナンス出すとか壊れたりとかした時に修理する時にないとパフォーマンスが落ちるからっていうことで2台買える方多いですよっていう話をしたら、じゃあ俺も2台買いますって言って、それで今期の成績が良かったら業務用の方を買いたいんですけどって言ってそれはそうなりますよ ね、まあ、ねプロだから ね、 ね、まあ、持ち運び用にはそのね、はい、で自宅用は業務用を使うみたいな、まあ、業務用を持って持てなくはないんですけどね、車の中積んで持ち歩くってこともできますけど、まあ、持ち歩くんならドクター水素ボトルの方でしょう ね、 ねえ元お相撲さんは6本でしたよねえ6本ねえ後から追加も出ましたからね追加も8本になりましたね最後はねはい、はい、皆さんいかがでしょうか。今週もね本当に嘘みたいなお話が盛りだくさんでお届けできたと思います。もしもね何のことなのって気になった方はね、山内さん宛に、お電話くだされば結構かと思いますので、ぜひぜひね健康社会で、ね、元気頑丈でいきましょう。というわけでね、今週も、WO イーストの北条正弘さんとね、東京から、ドクター水素ボトル愛好家とでも言うんでしょうか、池田様、いろんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。土井さんの誕生日を待っています